再発予防が9割。精神科医カバサー、旬のカバチャンネル。今日は質問いただきました。まこちゃん33歳女性。転職するたびに適応障害を繰り返しています。何か他の病気でしょうか？他の人もいると思うんです。うつ病を繰り返しますっていう人もいると思うし、再発してまた繰り返すって人が非常に多いと思うんですけども、私はこの方に一言言いたいのは、あなたはなぜ適応障害を繰り返すのでしょうか？っていう質問をしたいと思います。どういうことかというと、自分自身はなんで何回も同じような病気になるかっていうことに対して、どこまで考えてますか？あるいはどういう結論を引き出していますか？どういう考察を持っていますかっていうことをね、どこまで考えていますかっていうふうに言うとですね、わかりませんっていう人がほとんどなんですね。だから何度も同じ病気、同じ状態を繰り返すんです。うつの人とかもそうですね。よく私が言ってますけども、患者さんに病気が治るってどういうことですかって聞くと、昔の状態に戻りたいですっていうふうに言うんだけど、昔の状態に戻ったらですね、再発するんですよ。それはいろんな無理をしたりですね、あるいは二分思考とかゼロ百思考のような極端な考え方、あるいは完璧主義であるとか、自分を許せないとか、何でも徹底的にやってしまうとか、そういう悪い性格も含めた上で自分の昔に戻ってしまうと、同じ病気を繰り返すだけなんですね。だからそういう自分の中の病気になった性格傾向や行動傾向といったものを分析して、それを変えていかない限り、病気っていうのは本質的に治らない。ただ薬飲んで一時的に良くなってもまた再発するということになります。だからこのように適応障害何でも繰り返しているって方は、同じ行動パターンを繰り返すから同じような適応障害の症状が出てくるんですね。当たり前なんです。それは当然のことなんです。だからなんで自分はそうなるんだろう、適応障害っていうのは何がしかのストレスがあった時にそれに対応して鬱になったり、あるいは不安になったりという症状が起きるという、そういう病気ですけども、何か人間関係が弱いとか、仕事が忙しくなってくると弱いとか、いろいろなそういう弱点みたいなものが必ずあるはずなんですね。それを自己分析しながらそこを直していかないと永久に同じことを繰り返します。なのでこの方は何かの病気なのでしょうかっていうふうに質問されてますけど、病気ではありませんけど、内省不足、自分自身を顧みる行動っていうのが非常に足りてない、不足しているということが言えますね。ですがこれは全てのメンタル疾患の患者さんに言えることなんですね。なんでそんな風になってるのって話なんですよ。それに対して精神療法しながらですね、ある程度明らかになっていく場合もあるし、自分で考えなきゃいけない場合もあります。とにかく最終的には自分で考えるしかないので、医者やカウンセラーはそれに対するヒントや手助けはくれるかもしれないけど、最終的になんでこんな風になったんだろうっていうことを自分で向き合いながらですね、やっていかなくてはいけない。例えばそういう人間関係で非常に難しいとしたならば、人間関係のスキルとか対人関係のスキルみたいのを鍛えて少しトレーニングしていかないとですね、結局同じことを繰り返してしまいますよということですね。なのでそうならないように自分自身の行動を振り返っていくということです。そのためには日記のようなものをつけましょうっていうのが馬場さん流のノウハウなので、メンタルで療養中の方は今日あった出来事とか、例えばなんか調子が悪くなった日にどんなことがあったのかとか、そういうことをきちんと療養日記として記載しておくということがですね、必要だと思いますね。非常に重要だと思いますね。ということで、メンタル疾患を繰り返さない方法は、今までの自分の何がしかのよろしくない行動パターンとか考え方とか、そういうものを少しでも良くして新しい自分に進化するということがね、病気を繰り返さない、同じ症状が繰り返さないことになってまいりますので、自分ともっと向き合ってほしいと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。